で、2019年3月、こっから辺からちょっと投稿数が落ちてます。まあ、これ2月は29ということで、1日1本以上の投稿になってし、1月も多かったんですけど、実は3月はから以降ちょっと減ってますっていうところですね。で、これはいくつか、理由があります。鍵付き個室の動画とか伸びてるなっていうところの前にこっちとこか。再生数とか591ってことでちょっと少しずつ増えてるなっていうところだったりするんですけど、再生数を押し上げとるのが実は最新動画ではなくてね、鍵付き動画個室、あ、鍵付き個室、これは野田の店に行った時かな、のやつなんで、これがね、一番には伸びてるんですけど、実は再生数を始めてるのがこの YouTube の解説動画ですね。で、会員かけても動画が初めてここで入ってくるのかなっていうところなんですけど、まあ、今後見てたら、というかもう下にね、ずらっと見えてるんでわかると思います。今後、これ全部1月に投稿した動画なんですけど、一番最初の初期にね、投稿した動画なんですけど、この、課金かけても現金かけても、このあたりの、YouTube の解説動画がこの後再生数をずっと下支えするって形になっとって、これ実は今も変わってないんですけどね。実はその、今ね、ちょっとショートの動画が伸びてきたりして、上位のところからね、消えてるんですけど、実は再生数がずーっと入る。まあ、これを狙ってたんで、初期に一番最初に上げる動画ね、その解説系の動画だったら、いわゆる鮮度が基本的には落ちない。まあ、その中でもその料金とかの細かい説明とかをメインにしちゃうと、料金改定が入ったらアウトだった。実際これ2019年1月からすでに3回料金改定入ってるかな、細かいところとかに出るとっていうふうになってるんで、こうってなると料金改定が入ってもちゃんと分かるように言うと、その定義とかね、書き留めていうのはどういう定義なの。まあ簡単に言うと、書き留めていうのは、重要な書類を送るっていうためのものですよっていうんじゃなくて、まあ重要な書類なんですけど、保険ですよ。書き留め自体は保険ですよってことで、別に重要書類イコール書き留めつけないといけないってわけじゃない。ただ、責任がね、万一のことがあったときに、責任が、郵便局では取れませんよっていうようなやつなんで、そのあたりね、ちゃんと責任持ってやってないのかっていうところなんですけど、それはもう、それはそれです、これはこれっていうシステムなんでね。書き留めをつけてくる。書き留めつけてやったら、これ重要な書類やからね、何かあった時は分かってるよねっていう保険代なんで、何かあった時には、そりゃ、もちろん、賠償請求とか対応できましょうっていうふうになってくるんですかっていうことなんですけどね。明確に普通郵便だと、賠償請求等は、伴わないっていうふうになってるんで、っていうところだったりします。という説明したらどこか、実はこれがやっぱし、あまりね、そのあたりとか書き留めっていう言葉の定義とか、あまり知らねえよっていう人が結構、この後見てもらって、この後ずっと行く感じになりますってことで。実際この後しばらくちょっと動画投稿の数はちょっと減ります。10、13ってなってますけど、これなんでかっていうと、単純にこの当時の動画って30分動画を一応想定して作ってたんですよ。今ではね、10分動画、ロングの方が、うちの場合はロングが10分。で、ショートが、10秒、まあ1分以内の動画ですね。ショート、ロング。で、ロングが10分ぐらいの動画で、まあ想定して、まあ5分ぐらいの動画もありますけどね。で、まあたまにね、エキストラロングみたいな感じです。エンデュランスってうちは、実は定義付けしてるんですけど、エンデュランス系の動画として、まあ1時間以上超える動画とかもたまにポンって上げたりするっていう中で、30分ぐらいの動画は逆に全く作らなくなりましたけどね。なんですけど、当時はね、やっぱり動画として1作品を作るんだったら30分で、30分前後だろう。いわゆる、テレビ番組の定義のところの頭があるんで、まあうちは昭和世代なんでね。そうすると、まあ、テレビ番組として1作品って言うと基本的に30分。まあ、CM 時間とかの分考慮して、まあ、25分か、20分から30分ぐらいの、ところで作る。最低でも20分はないとダメだよねっていう頭でいたんで、それがあって、そういうような構想にしてました。なんなら一番初期の動画って、前枠後枠やってましたからね。水曜どうでしょうみたいなね。こんばんは。スターステンでございますみたいなね。水曜どうでしょうでございますみたいなね。なんていうか、亀山発新宮行き各駅列車の旅、第3回みたいな感じのね、ナレーションとか入れて、まあ初期だったね、一番最初の初期のどうでしょうのそういったやつっぽくっていうので、白黒で一部ね、突っ込みどころのところにをカラーにするみたいな感じで撮ってましたけどね。
そんなのとかもやってましたね。懐かしいな。とかってやってたんで、実はそんなに、まあ、その、投稿するね、連動も上がってなかったっていうのもあるんで、パワーディレクターを初めて使ったのはこの1月の動画からなんでね、その動画投稿自体は2009年からやってますけど、実は2009年から、最初しばらくは、Windows Movie Maker っていう、XP、Windows XP に標準でついてた、めちゃくちゃ、まあ一応カットできて、簡単な効果とかは入れれますよみたいなぐらいの、やつがあったんですよ、デフォルトね。もう、ファイナルカットよりも全然もう本当に、もう簡単に、本当に作れますよっていうやつだけのやつだったんで、それで作ってたんですよね、40分動画とか、それはそれですげえなと思いますけど、うん。ですので、まぁ、ちょっと、パワーディレクターになれるのもやりながら30分動画っていう頭でずっとやってたんで、投稿本数自体はそんなに上がってないってことですね。で、4月が13とかってなってまして、いうところですね。で、3月まで今見てたけど、4月以降は、どうなっていくかっていうと、ここら辺、4つ目のやつが入ってくるから、で、ビバホームとか、これビバホームができた、できるらしいぞっていうのが、この時期だったんですね、そういえば。まだそっか2019年のところだったのか。そう。ビバホームができるらしい。イオンタウンがね、リニューアルするっていう、泊まりのね、ところで、カーマンすぐ近くにビバホームができるらしいぞっていうんで、それを取り上げた動画とか入ってますけど、あとはもう鍵付き講師と、ここから、この、YouTube の、鍵付き時の解説動画が、圧倒的な地位を占める時期に入ります。うん。どれが来るのかなと思って、現金書き留めとか、あとは特別相談とかが来るのかなと思ってたんですよ。そうしたら、蓋を開けてみたら、この後、仮面書き留め一個次第に入ってきますと、いうところですね。やはりその、パッて聞く言葉 で多いところの方が、伸びるんだなと。私もっと覚えで、引き受け時刻証明郵便とか、なんだったっけ。それこそ、特定記録もあれやけど、なんだ一般書き留めとか、特別相談とかね。あとは本人限定受け取りとか、そっちの方のが伸びるのかなと思ってたら、意外とそっちの方はそんな伸びねえなっていう、ところがあったりしましたね。ちょっと、後々のところが見れたらあれだから、ちょっと 200% まで拡大したのかな。企業固定の一列固定。これで、何月のデータか見やすくなるかな。よし。これでいきましょう。ってことで、次、5月。で、4月も13個投稿で、視聴数は730ってことで、実は投稿数は、はかどらないんですけど、一応再生数は少しずつ、伸びていくフェーズにも入ってますよってことで。まあ、その古い動画が、顕著に検索で引っかかるようになったら、当時特に、この YouTube の動画ってね、今でもそうなんですけど、やっぱ検索から入ってくる人が多いっていうところですね。検索でワードで引っかかりやすいように、まあそんなに郵便についてね、わーってやってるところで、まあ書き留めについて解説してる動画とかもあったんですけど、どっちかというと書き留めの出し方とかね、郵便料金についてとかそういう解説が多かったんで、書き留めの定義って何なのかっていうところが、特にね、まあこの後、またちょっと後の方に出てきますけど、実はこの辺りとかでポンと増えてるんですよね。これ何かというと、予想なんですけど、この時期、特に2020年1月とかの時期に、わーっと再生が入っとった時に、コメントとかで結構もらっとったのが、Twitter だったか、こっちの、YouTube のコメントでも入ってたと思うんですけど、受験生が、どうしたらいいんですかって、なんか書き留めを送らないとまずいんですか、なんか合格率って上がったりするんですかみたいなとかがあったんで、単純に、そこのところの、ところで、出し方を説明しているところはあったけど、どういう時に書き留めを使わないといけないのかっていう、その定義付け、書き留めの定義付けのところが、じゃあ一般書き留めじゃないといけないか、簡易書き留めじゃないといけないのかっていうのが、判断基準になるところの説明っていうのが全然なかったんで、意外と、そのあたりで結構顧客満足度を稼げたのかな。特に、この時期、びっくりするぐらい10代の子のアクセスが多かったんですよ。これは、どうも、単純に、だから、10代の子だと、そもそも書き留めってどうしたらいいの？わかんねえっていう人が結構、いざ受験のね、
応募とかそういうので使うってなった時に、郵便どうしたらいいのかわからなくて、それで結構うちのところのアクセスが増えたっていうのがあります。っていうのがあるんですけど、まあ、とりあえずそれはね、後々の話になります。2019、まあ、そういうのとかもね、何かしらあるかなと思ったら、受験シーズンに来とったので、私どっちかというと、就活のこの時期に増えるのかなと思ってたんですけど、まあ、この時期はこの時期でやっぱ就活の時期にも来てたんですけどね、ギリギリまだ2019年だと、コロナになってからね、結構オンライン申し込みが一気に増えたんです。この時期はまだもうちょっと、キックとあったんですよね。紙申し込みオンリーみたいなところが。ですので、まあ今もね、やっぱりちょっと、大手さん以外のところだとそういうところも多いんでね。今でもそういうところをアクセスをくるのかなというところがあったりしますけどね。ただそれと比例してね、若い子、その郵便って一回も、ネガ状を出す習慣もなくなっちゃってるんで、もう本当に郵便っていうものを出すことがないもんでっていうようなところがあったりして、だから意外とこの時期ちょろっとアクセスあったのが、郵便の出し方って言って、宛先を書きましょうとかってやってた動画が意外と、再生入ってたりしましたからね。とかっていうのがあったりしますと。いうのがあったりしますというところだったりします。ちょっと待ってくださいね。